はい、間違いなくこれで俺のスキルはもうバリ上がりですよ。これまでの経験を全て総動員して、俺は船長じゃねえ。船長って何？船長を倒す。なんか海賊系のやつ海賊が。編、海賊編。海賊編が始まってた。村長ですね。船長じゃないですよ。せっかく決意を固めたのに。はい、覚えてるよ。このステージだよ。ここだよ。ここで村長と戦うのよ。村長と別れたばっかだよ。でもあいつ人外だからすぐ飛んでくんのよ。マジかよ。そう、すぐよ。で、村長はね、ムカデみたいな形態になるのよ。で、針、ここにぶら下がってブランブランしながらなるほどね。攻撃してくる。ネタバレネなんでタすんバレの？ネタバレ。どうしてネタバレすんの？俺知らないんだ よ。ついちょっとしゃしゃっちゃった。しゃしゃっちゃったよ。俺来たよ。これだから俺来たよ。よ。しゃしゃ、経しゃし験ゃり。者よ。しゃしゃりになっちゃった。ごめんね。しゃしゃりになっちゃって、ごめんね。あ、パンツ見えてる。あ、パンツ見てる。おい、パンツ見んじゃねえっつって、後ろから。そのおパい、ンツは俺のだ。パンツ俺のだ。俺が見るのは、俺がパンツを見るんだ。お前じゃないっつって。みんなパンツ見たがってる。あれスカートじゃないっぽいよ、なんかね。え、嘘？キロット的な？じゃないかな。いや、マジか、キロットないわ。俺、キロット反対だから。キロットは反対だから。両肩打ち抜かれてんのにな。もうびくともしない。あ、目赤くなった。の目はね、実はキーアイテムなんですよ。鍵なのよ。義眼なのよ、あれ。ネタバレ ネタバレ で、これで。ムカデ携帯みたいな感じになるから、すべての神。神は私だ。私が神だ。ごめんなさい。よいしょ。さあ、何で倒すか話だ。冷静に狙えればいいんだけど。これ繰り返すもいいんじゃないの？何回も。何回もこれ繰り返しちゃうんだね。ライトなくなっちゃうよ。でも、ね、あと2本あるんだよ。やべ。くそ、遅い。ボス戦に弱い。何回もこれ繰り返しちゃうでしょ。余裕っすよ。余裕っしょ。あと1本あるでしょ。ショットガンでいいじゃん。切るんだよ。切るんじゃない。余裕っしょ。ふい。ふい。ふい。こっから本気出すよ。ふい。こっからが本気だ。弾がねえんだよ。なるほど。お。目玉が出てる。目玉出てる。取っとくべきだった。取っとくべきだった。 やっちまった。 やっちまった。 そのパターンあった？もう嘘。弾ないよ。嘘でしまょ。だあるか。ああ、まだある。やべえ、やっちまったね。取っとけよかった。くそ、俺のライオット。俺の弾ないよ。弾がない。もう待って、一回全開するからね。ここまで俺大丈夫。こっからだ。オッケー。回復あったっけ？あるね。イエローないけど。いや、あ、キュースプ。なるほどね。キュースプ使った後の戦法を考えないといけない。ショットガンはあと4発しかないんだね。こいつは困ったね。よし。作れんじゃないかな。そうか、なるほど。うわ、遅い。めちゃめちゃ遅い。作ろう。S。L。L だっけ？あ、S だっけ？ S だね。確かにショットガンの方がいいわ。狙いが細い。狙いが細いとは。標的が細い。標的が細いとは。来るぞ。やばい、来る、なんか来る、大技が来る。やばい。回避した？回避してる。すげえ。やばいっつって、今だ。正面見ただけやんな。そうね、何もしていない。でもなんかうまく回避した。くそ、神はわしじゃ。ひざまずけい。ひざまずいてるんだよ、今。目玉、いけ、遅い、撃て撃て撃て遅い、遅いのよ。撃て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 
あ、違う、第二形態だ。え、分かれるんだ、分かれるんだよ、あそこから。分かれるの、分かれる、ほら、やべえ、サソリっぽい、サソリモードだ。あ、ここからブランブランだよ。うわ、ビクビクしてる。やべ、飛んでくるのか、飛んでくるか、どっちか、どっちか。ヤドカリっぽいな、ヤドカリ。やべ、投げてくる、まずい。うまい、うまい、くそ、くそ、これで。
当たってる。かやべ、来る、来る。ドラゴン撃て、ドラゴン撃て。あ、ダメだ。なるほどね。じゃあ、ハンドガンの方がよかったか。いや、別にどっちでも。どっちでも、どっちでも。当たればどっちでも。どっちでも、来るか。それを避けて、はいはいはい。避けて、で次だよね。次だよ、ね。カンカン撃つんじゃない。そうね。なんかね、もしかして。あ、注意、やべ、回復だ。これはもう回復するしかないな。あぜ、もしかして何、あの、やけどダメージありますか。早く何回復すんの。結構赤かったけど。やべ、これ。あぶね、次カンですか。来い、さあ来なさい。お、聞いてる聞いてる聞いてる、近づいてる。あ、よいしょ。あ、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。神谷わしじゃ、あと2発で、ここからリロード。間に合い間に合い、やばい。最後のショットガンで頼む。くそくそ、いけるか。おらー、回避した。よいしょ、いいよ、よし、オーケー、オーケー、あぶねえ、あぶねえ、勝ったぞ。あ、ポロン、ポロン、ポロリもあるよ、ポロリもあるよ、やなポロリ、かわいい、しかしかわいい、やばい、バックドラフトになるよ、バックドラフト、あ、そうそうそう、バックドラフト、ちゃんと離れてやらないとね。レオ、急いで、建物が崩れそう。声かわいい。はい、急ぎます。はい、はい。あれ、おめめが。おめめ、そう。これですね。メンデスのギガン。これ鍵なんだよ。お前の神とやらによろしくな。それはわしじゃ。持ってこうと思ったんだろう。上行ける。行ける。本当はこの辺を取ってから。そう、利用するんだよね、段差とかもね。ご利用ししたっていうね。そうそうそう。よく勝てたよ。はいはいはい。先行もあったのね。そうね。そうか、先行も使える。ハーブ。ハーブいっぱいある。いっぱいあるよ。シャットガンを設置できたんじゃないかな。ね。はい。めっちゃ呼ばれてる。あた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 。心配です。あじゃ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 あ。あたあた。はいはいはい。ただいま。はい、ただいま。おげー。なんていい子なんだ。危険を顧みず。惚れるわ、惚れる。好き。あ、ちょっとそういうの大丈夫なんで、そういうの大丈夫なんで、ね、あ、大丈夫です。私はあんな風にならないよね。ちょっとあんな風になってほしくないですね。そうね。さすがにちょっとショッキングすぎるわ。黙ってリードしようか。あ、ほんまやね。ショットガンのね、あの使った分。あの装填スピードの遅さやばいよ、あれあれはやばいよ、うん、大丈夫だろ。いやー、もうちょっと遅かったら多分目玉に打てなかったね、あの弱点のね。OK、 1段階ぐらいは上げておいていいかもしれないな。そうか、ボス戦用にな。ボス戦でね、めっちゃ弱点になるわ、ちょっとが。なんか1段階上げるだけでなんか2個同時に装填するみたいな風に書いてあったような。お、来ましたよ、お城、お城サラザールパーク、ラモンサラザールパークです。ラモンサラザールっていうちっちゃいおさんがいるから、これが新しいエリアですね。そうなんだな、全部さ、ネタバレされるんだよな。そうだよ、そうだよ、シャシャるよ、シャシャっちゃうよ。テーマパークですよ。そうなんだよな、城もな、テーマパークってネタバレされちゃうんだもんな。そうですよ、はい、リヘナラドールがいるよ、リヘナラドールが出てくるやつも言われちゃうんだよな。出てくるやつも確かね、確かだけど、スタイルいいんだよな。どうなってるの、サラザール。違う、スタイルとかじゃないから、ね、先に進むしかなさそうだ。バストがね、バストサイズいい感じですよね。サラザールの、サラザールの、違うんですよ、サラザールはバスとか関係ないんだよ、違うんだよ。おっ、イエーイエーイエー。まあどのくらい何分の何ポイントか分かんないけど、とりあえずまあいいでしょう。セーブよし、来たか、ハニーギャン。あれ、ほら、こちらルイス、今どこにいる。家に帰りたいとこだが、その前にお城を観光中。そうだね、好都合だ、実はプレゼントがある。
例の症状の進行を抑える薬だ。おやおやそうだな。おやおや城の中庭に来い。うわーってね、うわーの状態。あ、キロットだ。確かにキロットだ。キロットか。分かってる。行くしかないな。はい。まあそれはそうだよね。なんでテンション下がってるの。ちょっと萎えたーっていう。まあでも可愛いからいいんだよ。そうでなくてもまあファッションがすごくいい。あの上がジャケットっていうのがとてもいいですね。こうツンツンとこう肩がこうシュッとなってるところがとてもいいですね。はい、共感は得られなかったということで。はい。とどめておきましょう。そうだね。胸の内に、うん。黙ってればいいんだよ。まあな。言いたい。言いたい。お前本当に言うからダメなんだよ。言いたい。早く言いたい。こういうことに関しては言いたい。ショップですね。新しいのが入ったぜ。お、なるほど。見ていきな。なるほど、どれ。見せてくれ。新しいの入ってるぜ。ブラックデイ。なるほど、これはね、まいったね。ちょっと待って、一回比較できるから、ほら。いや、威力重視だったらやっぱり下でしょ。それボルトアクション式ライフォー。あれ？あ、すいません。あれ？あれ？全面的に上の方がいいじゃん。強化したら。おい、嘘だろ。え？そりゃそうだよ。全面的じゃん。じゃあノーレッドナイン。くそ、俺が培ったものが。しかもね、あの資産を全部投げ打って強化したのに、整えたのにね。じゃあの、いやー短かったな。しかもあのブラックテイル、あのスペース取らないし、2個ちっちゃいし、もう全部いいじゃん、すべてにおいて。ショックだ。小型で高性能の変幻。変幻。威力は非常に高いが、射撃のブレが激しい変幻。そうね、弱点があるね。よかった、ストック買わなくて。専用ストック買わなくてよかった。そうね。待って、まあこれはまあ買うわな。ボルトスロア、これはまあスティングレイ、これは何すか。これはライフルか。セミオート式ライフル。わあ、これだよ、セミオート式。これさ、今のライフルはガッチャンっていちいちやるけど、こっちはボルトアクション、そう、構えっぱなしでいいんだよ。そうね、スコープ覗きっぱなしで撃てるんだよ。でこれはもう間違いなく絶対上の方がいいんだよ。でも俺はボルトアクション式が好きなんだよね。撃つごとにガシャンってやるのがね、まあ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 、見る分にはね、その、まあなんつうか、まあ、映画的な感じではそうだけど、そうね。あれ、いちいちスコープほら、外れるからな。外れたっけ？外れます。一回撃つごとに外れるんです、下は。まあ、何の問題もないと思うんだけど。いや、めちゃめちゃ問題あるけど。だって、一発で仕留めるでしょ。なるほどね。本物のスナイパーね。本物っていうか。うん。普通の人は一発で当てるんですよ。あ、そうなの。みんな下平平なの。マジかよ、うん。これはブロークンバタフライ。マグノム。期間限定セール中。29,000円。うわ、30% オフでマグノムの弾もついてくるなら、これじゃね、買うとしたら。入ったね。素材エルも売ってる。まあ素材はもう通るしかないけど。ここには。マグナム。マグナムはまだちょっと早いけど。どっちにしようもね、お金がないんだわ。売りゃいいじゃん。あ、今装備してるやつをか。いや、今装備してんの売っちゃうの。大丈夫じゃない。それはブラックテイとかだって二度とあの今のなんたかない使わないよ。もう名前忘れたけど、なんちゃらないなんてもう二度と使わないよ。絶対使わないよ。資産を切り崩す時が来たか。資産を、他にはね、そんな売るものないよ。あ、まあ、これだろ、これとこれ。これ売れんの？あ、売れるんだ。鍵？あ、鍵じゃなかった。え？嘘？なんかね、あの網膜スキャンで開けた気がするけど違うんだ。じゃあまあこうだろ？ぐらいしかない。まああと下を本気出すしかないけど。ただこれ、そうだな、これから踏み込むか。でも先長いよ。いや、いいじゃん。もう。本当に？でもこれ。買い時は今だよね。これ売れば全部解決するけど。お、売るか。これでいいでしょ。しゃあないよ。これで解決するよ全部。じゃあスナイパー。あ、そうね、スナイパーも売ろう。 SR、 うん、これはまあ実際ちょっと実用性があれなんで、あ、これで全部解決だわ。実用性があれなのはさ、うん、プレイヤー好きのせいだよ。使い手そうだよ。いちいちスコープ外すのは結構きつかったんで、じゃあまあこんなもんすかね。てかまあこういう風にして進めていくゲームでしょ。まあ、では、時は金なりだ。はい、参戦参戦。なんてこと。
お金持ちへ。それなら高値をつけてやる。あざす。それで何がお望みだ。ブラックチェール。実は LR で買えられるんだよ。知ってた。なんやって？これ？チューンアップステール。ほんまや。トレード。ほんまや。これだろう。ブラックテールとスティングレイを。そうね。一旦持ち物を整頓してみようか。なるほど。なんかノースペースで出てるから。うん。バイバイ。無駄なスペース空けだろ。そうね。買おう買おう。いやで。短かったな、なんちゃら9の時代は。スティングレイだ。今あるのはこれだけですね。はい。そうですね。はい。敵の頭をカボチャに変える魔法の銃だ。出まして死ぬなよ。任せな。これで城を攻略するには万全の体制になったはず。ショットガンの弾がない。ショットガンの弾ない。やばい。 4発しかない。作れよ。ガクブルだ。抑えろよ。ここまで来たら抑える。ハンドガンと SMG できないよ、うん、スナイパーもあんだから。そうか、うん、なるほどね。せっかくだしな、うん、俺にはこれがある。わあ、いいっすね。コンパクトっすね。いいっすね。セーブした？してない。してないぞ。俺はセーブをしてない。ここだ。なんか今拾えたよ。拾ってからセーブしよう。武器承認の条件。はい。ハンドガンは種類が多くて選ぶのに迷うよな。そんなあんたのために今回は4つのハンドガンの遅い遅い買っちゃったよ。それ先に言ってくれよ。特性を紹介するぜ。いやパニッシャー。全部書いてある。使いやすさを求めるのはこいつだ。いやもう売ったし。抜群の安定性と貫通性能を持つ貫通かレーザーポインターをつけられる。なるほど、貫通だ。確かに。レッドナイン。くそ、一発目にロマンを止めるならこいつ。レッドナインでよかったんじゃないですか。じゃあ、まだ専用速でマジになる。あれ、実はレッドナインでよかったんじゃね。ブラックデイ。あ、高性能で電車も効く。場所。何よりコンパクトで場所を取らない。場所はどうでもいいんだよな。マチェルだ。マチェル。ミニューカー。あ、タンタンタン、ね。単体でも悪くない性能だが、タンタンタン。パーツでバケる。バーストね。専用ストックがあれば3点ブロストで、驚異の制圧力を実現できる。あ、この説明文見た感じだと、俺はね、レッドナインが一番良かったかもしれない。でも威力はさ、多分ね、最終あのね、限定改造ってさっきあったじゃん。うん。それってなんかね、うん、その武器ごとに特殊な改造が最後できるだと思うんだよ。できたと思うんだよ、確か。だからブラックテールはなんか例えば連射速度をもう一段階プラスで上げれるとかがあったと思うんだよ、最後。で、うん、レッドナインは最後にもう一段階威力を上げれるみたいな。なるほどね。そう。だから最終的なパラメーターは多分レッドナインの方が威力は高いかもね。やっちまったかもしれない。やっちまったな。セーブしてないよ。やっちまった。セーブしてない。セーブしてない。してない。してない。よし。絶対にセーブする。いや、俺たちはもう、ブラックなんちゃらで行くしかねえ。確かね、限定仕様改造ってなんかそんな感じだった気がする。はい。どちらでしょうか。いっぱい樽があるよ。樽ありますか？ありますね。樽を壊してよ。お、新しい。変わるけど、お、確かに。今までは。ナイフじゃない。つまり耐久度がちょっと上がってんのかもしれないな。やったな。ねえ、キッチンナイフではいいのかもしれないな。あっちから来たんだよな。あっちから来たんそうだね。ですね。はい、はい。上ですね。はい。これなんかありますよ、トレジャー。これは外かな。裏です、ね。あ、裏ですな。なるほど。なるほど。ってことは、ハンドガンは、あとマチルダっていうのしかないんだ。じゃあいいんじゃない。もう俺たちはこの今のハンドガンを信じるしかないんじゃないか。もうマチルダはパーツをいじってカスタマイズするっぽいしな、うん、そうね、そうね。マチルダかな。マチルダかい。まあ結局一番最後に手に入るね、武器の方が一番いいっていう。上かい。なんか声が聞こえるような。気のせいかい。レオンじゃねえのかな。うん、うん、お、お、よっ、はぁ、いるな。ピポンピポン。ズーム。あ、なんか、なんか教団の人っぽい神父様みたいな。わ、ガーディアンがいる。中庭はあの奥か。
りあえず中庭に行きゃいいんだね。歓迎って感じじゃなさそうだな。あ、ハート取られた。あ、ここから狙えるのか、ね、お出迎えか。狙えるのであれば狙って。木が邪魔じゃない？そうか、ここ狙ってもさ。あ、やべ、これってもういいぞ。あ、近くにいろ。やべ、これスコープ性能がない、ズームがない。あ、これは良くないですよ。一長一短で、あのセミオートだけども狙いは定めづらくなったよっていうやつやな。これはやっちまった気がした。俺は遠くから正確に狙えるのがスナイパーライフルのね、大事なところじゃん。そうだね。そう、これは遠くから正確に狙えなくなってる。やっちまったな。やっちまったな。これ、これね、やっちまってるよ。なんならレッドナインもやっちまってるよ。俺たちはやっちまった。 C さんを切り崩すべきだった。なんてこった。そうか、取っておくべきだったか。いいの今の部屋、全然調べてないけど。あのね、今頭が真っ白でした。完全に今俺頭が真っ白だった、ライフルの剣で、うん、ちょっとライフルやっちまったわ。あとでスコープなんかね、オプションでつけるならいいんだけど、そんな感じでもないよな。つけるんじゃねえの。そうかな、うん、つければいいんだけどな。何もなかったね。ないね。そうか、頭が真っ白。じゃあとりあえずハンドガンでいくしかない。おめえは頭が真っ白になりすぎんだよ。なりすぎ。頻繁になりすぎんだよ。大体いつも真っ白だろ。大体真っ白だよ。常に何も考えてないだろ。ないこいつの頭は常に何も考えてない。とんでもないやつだ。はい、なんかめちゃめちゃ物音するけど、なんだ、いる、いる、なんかやってる。やべ、儀式の最中だ。お邪魔しました。自分で自分を、え、なんだあれ。確かになんかしてるっぽいね。ないね。セミオートライフル使ってみよう。なるほど。はい、なんでしょ。あ、やる、なんだ、いいのか。やべ、なんだ、強い、なんだあれ、なんだこいつ、なんだこいつは。飛んでる。ちょっと待って、なんか違うぞ。思ってたのと違う。すごい。お、今いける。最高。今までのやつ違うな。なんか強くパワーアップしてる。パワーアップしてるな。やべえやべえ。やべえ、これ。なんかザ・グリードみたいな頭になってる。でもまあ、これも初戦は先行でいけるんじゃないですか。かな、うん、先行いっぱいあったもんね。そうそう。やべえな。やべえ、敵もやばくなってんな。こっちはちょっと武器使ったら、使ったら、じゃリロ、リア、リア、リア。お、しかも弾すごいあんな。他に使ったのは、上ね、上これ、いや、上これ、上。クソ、しかもスナイパーライフルの、なんかそれ壊すぞ。ほんまや、いいね、ね、シャッカンリロできるね。はいはい、はい、やったね、やったね、イエス。おい、2発ずつ上だか今。あ、本当だね、早いね、全然早いよ。ガサンガレガレガレ引っかかる。なんなんですか、ここは。お城の観光に来ました。おもてなしは、こんばんは、レオンとアシュリーです。予約入れてますか。予約したんですけども、どうですかね。もしもし、ちょっとこちらの名簿に入ってないんですけども。招かれざる客、おかしいな。別のお城とお間違いではないでしょうか。 あれですね、こっちの方の別の方のお城でしたね。ドミトレスク城の方のお城でしたね。そうか、サラザール城じゃなくてドミトレスク城のお城の方。あちらは予約なしで行けますんで。あ、予約なしでね、行けますよね。しかも 3人のね、美人姉妹がそう、おもてなししてくれる、おもてなししてくれるっていう、うん、どっちかっつったらね、やっぱレオン向きの、うん、やべ、ヘッドショットできねえ。大丈夫だよ、この距離は君当たんないから。なるほど、うん、任せ、狙われてるよ。大丈夫、こっちも狙うから。こういうことだろう。うわ、きついな。どこまでよ。しかもさっきの感じだと、よいしょ。どう？もうちょい上じゃない？でもなんか今、ああ本当だ。ダメだね。これ当たんねえわ。その線の、これ線のさ、上だ、真ん中の線の上。上だよね。うん、なるほど。やってみよう、試しに。もっと。当たった？当たったよ、胸。胸ね。向こうも大丈夫。エイムがあれだから。ここね、この辺ね。もうちょい上。あ、当たってる？
当たってない。もうちょいぐらい。よいしょ。当たってるけど胸だ。胸か。うん。でもさ、ライフルなのに胸に当たっても1回で殺せないってことは結構きついぜ。ライフルって。ライフルだって3点なんぼだよ。そうか。シャッガン5点なんぼでしょ。下がってろ。あ、そうか。しょ。そばにいろ。ちょっと待って、間違った。間違った。いっぱいいるよ。1、2、3点。いっぱいだね。うん。なんでこういう時はこまめにリロすんの。ちょっとおじけづいた。ああ、ビビったらリロする。ビビーとリロする、うん、うわー、むずいわ、きついわ。あ、ミスった。そうね、分かってたよ、飛んできたなって。クー練習練習クーだね、確かにこれはね。練習練習、まあ、下もいるしさ。練習練習、よいしょ。オッケーオッケー、いったな、うん、今のは頭だね。あった、いったね。暗いし、しかも暗いし。くそくそ、どっちだ、こっちだ、まだこっちだ。移動した。あ、いっぱい増えてる、いっぱい増えてる。なんだなんだ。いや、あ、うわーうわーうわー、あ、ダメだ。くそ、大丈夫、向こうも当たんない。うわー、こいつ暗い。行くぞ。見えてないの。もうちょい上、もうちょい。あ、胸だ胸だね、胸だね。もうちょい上、もうちょい、そんぐらいそんぐらい。やい、来い、もうちょい上。よいしょ。いい加減にしてくれ。当たった、とりあえず当たった。とりあえず当たったレベル、とりあえず当たったレベル。よいしょ、 OK、 いったね。いったかな。めっちゃむずいぞこれ。慣れだよ。で、いちいちほらガッチャンってしない分、そのスコープがないってことや。いやー、なるほどね。くそー、遠くから安全に狙えるっていうのは今あったよ。あったな、あったよ、見えてるぜ。これもハンドガンでいけるでしょ。絶対にいける。受けてないよ。受けてないってことはどっか今までいっぱいあったのかな。お、張り紙がね、見逃したのかもしれないか、これからか。いや、参った。ライフルめっちゃ使っちゃったよ。使ったら、使ったら、ウェロしてるしてる、あ、してるしてる。はいはい。なんで死体が動いただけだよ。な、なんだ、死体が動いただけでか。よくあることだ。ひーひーだよ。今まで散々動いてたんでしょ。まあね、バタバタバタってね、ビグビグって。なんか見覚えある作りだなこれ。なんか懐かしいな、あったなこれ、この作り。あ、そっか、メダルを探さなきゃいけないフェーズだなこれ。ってことは来るよ、ウェーブ来るよ。次の来たよ、ウェーブ。はいはい、あったあった、うん、はいはいはい。ロケラン、あとね、投擲機的な。ああ、なるほどね。なんか、うん、どっかから飛んでくるはず。はいはい、そうだ、そうね、死んじゃうどこの騒ぎじゃないぜ。さあ、どこですかと。見えないな。どん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 、デンディグ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 。いるよ、いるね、いるね、うん、来いよ。燃えてる燃えてる。よいしょ、うまい。あんまり下手に出れない、だからその命令はできない。ほっといたら燃えるんじゃない。なるほど、スタン、そうで、確かに味方の投擲に当たってる。そうそうそう、なるほどね。今だ、あの橋の下、橋の下。はい、こっちも行けるけど、開けれるかな。開けないよな。まあいい、 OK OK OK。 で、このまま上にも登って叩くと、マットはシャーシャイシャイよー。よいしょ、命令、うまい、ない、 OK。 死んどる、死んだ。どうしたどうしたどうした。あ、なんだと。よくもそれ、それ危ねえ、それ危ねえ、それ危ねえ。何回か打ってない、何回か打ってるね。頭、後頭部打ったよね。打ってるね、うん、頑丈な後頭部だぜ。本当に足に当たることあんのかな。どうなんだろう、ね、ないと思う、ないと信じたいよね。ありそうっちゃありそうだけどね。一応ね、下をやっぱ足を狙おうっていう、ね、来るよ来るね。じゃあ最初あっちから行こうか。いるぞ、来な、この辺にいるでしょ。どうだ、いるね。なんと、どこから、どこから、待て待て、どこから、どこいる、どこいる、どこにいる、ん、どこにいる、ん、もしかして俺の足元にいる、ん、やべえ、死んでる。なんか動けないと思ったら足元で足元で多分うずくまってたのかな。全く見えていなかった。鎧さえ着てれば、足が鎧さえ着てれば
あそこで無茶にね突っ込まなきゃいけないんだよ。おかしいな。ちゃんと着弾点を見極めてね。着弾点ね、うん、ティキディンティンね。ティキディンティン、そうさ、ティキディンティン、ティキディンティンをさ、ティキディンティンをね、ここどこじゃい、こっちかい、上行くんじゃないか。なるほど、ここからか。うん、